懲役。懲役とは、自由刑に作業義務による区分を設けている。法制度において、所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁庫や交流と区分する。なお、アメリカ合衆国の自由刑であるインプリゼンマントや、イギリスの自由刑であるカス等であるセンテンスなどの、刑は公的な資料などでは、公金刑と訳される。 これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり、便宜的に懲役と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない。口述。懲役は日本など自由刑に作業義務の区分がある。法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。懲役刑は刑務作業を 刑罰の内容とし、作業義務の有無により、金庫や交流と区分する。金庫や交流の場合でも、申請により作業を行うことはできる。アメリカ合衆国やイギリスなどでは自由刑に区分がなく、アメリカ合衆国のインプリゼンマントやイギリスのカストーディアルセンテンスなどの自由刑は公的な資料などでは抗金刑と表現される。抗菌刑に一本化している国にも。 作業義務がある国、アメリカ合衆国やイギリスなどと作業義務のない国、フランスなどがある。ただし性質上、日本における刑務作業は懲役刑の刑罰の内容であるのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの公金刑では、刑務作業は刑罰の内容として実施されるものではない。日本語訳では便宜的に重罪の自由刑に、懲役や禁錮の分け、経済の自由刑に、 公金刑の訳を当てることもあるが、法制度上の作業の強制等を伴っていない場合もあり法制度に関する資料では、公金刑と訳される。懲役刑では、最長で14万1078年の懲役刑が課された例がある。ついで4万年、1万4400年、1万年などの、長長期の刑が課された例もある。日本の刑法では、懲役は、 有期懲役と無期懲役に分類され、有期懲役は原則として1ヶ月以上20年以下の期間が指定される1項。ただし、併合罪などにより刑を過重する場合には、最長30年まで減刑する場合は1ヶ月未満の期間を指定することができる2項。従って、ある条文において、 2年以上の有期懲役に処すると、刑の短期のみが規定されている場合には、裁判所は原則として2年以上20年以下、過重した場合や死刑、無期懲役を減刑した場合には30年以下の範囲内で量刑を行うこととなる。3年以下の懲役刑を言い渡す場合においては、上場によって、その刑の全部または一部の執行を猶予することができる 執行猶予。そこで、しばしば実刑判決を必ずさせるための立法技術として、懲役刑の短期を5年、ないし7年に設定する場合がある。特に、短期を7年とすると、法律上の原刑の適用がない通常の事例において、酌量原刑、刑法66条を適用しても短期が3年6月となるため、執行猶予。 法律上適用することができなくなる。短期を7年とした犯罪としては、強盗、強制性交等罪がある。かつては、強盗致傷罪もそうであったが、国であるとして、刑法改正により、短期が6年に引き下げられ、借料減刑による執行猶予の余地を認めた。懲役には炊事、洗濯など刑務所運営のための作業である。 経理作業と財団法人共生協会が国に材料を提供しくつ家具などを制作させたり、民間企業と刑務作業契約をして民間企業の製品を制作させたりする生産作業の2種類がある。懲役判決が確定した件数は次の通りである。生産作業の中でも民間企業の製品を制作させる行為は、 ILO 条約が禁止する強制労働に当たるとの批判がある。ILO 条約である強制労働に関する条約第4条では、権限ある機関が、私人、会社、団体の利益のために強制労働を課したり、課すことを許可することを禁止したりしていることを理由とする。諸外国では、民間企業の製品を制作させる行為は労働者の雇用を奪い、 一般向けに製品を制作させる行為は、民業圧迫になるとも考えられており、刑務作業で制作された製品は官庁向けに限定している国もある。また、作業報奨金は、作業を行った受刑者に対して、釈放の際にその時における、報奨金計算額に相当する金額の作業、を、報奨金を支給するものとされている。労働の対価とは考えられておらず、 2008年度では一人、あたり月平均約4200円となっている。これは、刑罰の内容としての労働については、対価という概念を想定し得ないことによるが、作業報奨金は出所直後の生活基盤となる資金でもあることから、強制効果の向上や、再犯防止の観点から増額を期待する意見もある。刑務作業は、景気の変動に左右されやすく、不況になると、 民間企業からの受注が減り、作業を満足に実施できないことがある。短期の懲役刑、6ヶ月程度では、受刑者に施設内処遇者というレッテルを貼られることによるデメリットが、懲役期間中の教育効果を上回るのではないかとも言われており、出所後の再犯率が高いことから、教育刑としての効果が認められないのではないかとの指摘もある。また、雑居房で収容される、 刑務所が多いことから、犯罪者同士の交流を誘発、悪風感染して教育上逆効果になるという指摘もある。元刑務官の坂本敏夫は1965年頃、受刑者が一般の工場で働く、公害作業が廃止されたことを例に挙げ、責任回避のために事故を起こさないことが刑務官の目標となり、受刑者は技術を身につけることができず、 社会復帰ができなくなったと指摘している。仮釈放が許可されるための条件については、刑法28条が、改旬の条があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。と規定している。この、改旬の条があるときとは、単に反省の弁を述べているといった状態のみを指す。 わけではなく、法務省令である、犯罪をした者及び、非行のある少年に対する、社会内における処遇に関する規則二十八条の基準を満たす状態を指すものとされており、そこでは、仮釈放を許す処分は、介護の上及び改善構成の意欲があり、再び犯罪をする恐れがなく、かつ、保護観察に付することが、改善構成のために相当であると認めるときにする、ものとする、 ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでないと規定されている。また、同規則十八条では、仮釈放の心理にあたっては、犯罪または、非行の内容、動機及び原因並びに、これらについての心理対象者の認識及び、心情、共犯者の状況、被害者等の状況、心理対象者の性格、経歴、心身の状況、 家庭環境及び交友関係、共生施設における処遇の経過及び心理対象者の生活態度、基準予定地の生活環境、心理対象者にかかる引き受け人の状況、釈放後の生活の計画、その他心理のために必要な事項をそれぞれ調査すべき旨が規定されている。ここで心理における調査事項の一つされている被害者等の状況については、 従来は必ずしも十分な調査が行われておらず、被害者側に意見表明の権利もない状況にあった。しかし、被害者保護の社会的要請、国民世論の高まりを受け、2005年の公正保護法の成立を契機に、被害者が希望すれば仮釈法の審理の際に、被害者側が口頭や書面で意見を述べることが可能となった。仮釈放は、 法務省管轄の地方公正保護委員会の審理によってなされ、そこで許可相当と判断された場合に初めて実際の受刑者の仮釈放が行われるものであって、すべての受刑者に仮釈放の可能性はあっても、将来的な仮釈放が保障されているというわけではない。2016年、平成28年に刑務所から出所した者のうち、 仮釈放を許された者は57.9%、仮釈放を許されず、満期まで服役した者は42.1%で、ある。有期懲役では、現実の運用上は、刑法28条が定めるような短期間、刑期の3分の1で仮釈放されることはない。仮釈放を許された者の,のうち、刑期の8割以上を服役した者の,の占める割合は、 1986年には53.4%であったが、2016年には81.1%となっており、仮釈放までの期間が長期化している。刑務所において制作された製品は、キャピック店、強制店とも呼ばれるにおいて、展示即売がなされる。キャピックとは、強制協会刑務作業協力事業、カレクシャナラスシションプリズンインダストリー仕様。 オペレーションの略である。韓国の刑法でも、懲役には、有期懲役と無期懲役があり、有期懲役は原則として1ヶ月以上30年以下の期間が指定される、韓国刑法42条。ただし、最長50年まで刑を過重できる、韓国刑法42条正し書き。元来、無期懲役とは、刑期に期限が無いこと、刑期の終わりがない。 つまり、刑期が一生果てにわたること、受刑者が死亡するまでその刑を課すということを意味し、有期懲役より重い刑罰であり、死刑に次ぐものとされており、英語で表現する場合も、ライフ、一生涯のインプリゼンマンと、抗菌ウィズワークとの語が当てられている。これは刑期、あるいは、刑期の上限をあらかじめ定めない絶対的、不定期刑とは異なり、不定期刑では、 刑がいつかは終了することが想定されているのに対し、無期懲役では、刑が終了することは想定されていない。刑法28条では、無期懲役の受刑者にも仮釈放、刑期の途中において、一定の条件下で釈放する制度によって社会に復帰できる可能性を認めており、同法の規定上十年を経過すれば、その可能性が認められる、つまり一生という刑期の途中で、 社会復帰ができる可能性がある点で、現行法制度に存在する無期懲役は相対的無期刑であり、絶対的無期刑、重無期刑とは異なる。仮釈放による社会復帰の可能性が全くない無期懲役は、日本の法制度には存在しない。下記も参照。2014年末現在、無期懲役が確定し刑事施設に公禁されている。 物の,の総数は1842人である。日本では仮釈放中の者のは残りの刑の期間について保護観察に付される暫定機関主義が取られており、無期懲役の受刑者は修正受刑者としての身分を保持するので仮釈放が認められた場合でも恩赦などの措置がない限り一生涯観察処分となり、定められた遵守事項を守らなかったり、 犯罪を犯したりした場合には、仮釈放が取り消されて、刑務所に戻されることとなる。ただし、少年の時に、無期懲役の言い渡しを受けた者については、仮釈放を許された後、それが取り消されることなく無事20年を経過すれば、少年法59条の規定により刑は終了したものとされる公式間主義が取られている。無期刑仮釈放者における刑事施設罪初期間に、 ついて、従前においては、十数年で仮釈放を許可された例が少なからず、特に1980年代までは相当数存在したが、1990年代に入った頃から次第に運用状況に変化が見られた。2003年以降では、厳罰化によって仮釈放を許可され出所した、もの全員が20年を超える機関刑事施設に在所しており、 それに伴って仮釈放を許可された者における在所期間の平均も1980年代までは15年から18年であったものの1990年代から20年、23年と次第に伸長していき2004年以降では現在までのところ一貫して25年を超えるものとなっており2004年が25年10月2005年が27年2月 2006年が25年1月、2007年が31年10月、2008年が28年7月、2009年が30年2月、2010年が35年3月、2011年が35年2月、2012年が31年8月、2013年が31年2月、2014年が31年4月となっている。また、 本人の諸状況から仮釈放が認められず30年を超える期間刑事施設に在所し続けている受刑者や刑務所内で死を迎える受刑者も存在しており2014年12月31日現在では刑事施設在所期間が30年以上となるものは182人また2005年から2014年までの刑事施設内死亡者いわゆる極死者は154人となっている 1985年の時点では、刑事施設在所期間が30年以上の者のは7人であったため、このことから当時と比較して仮釈放可費の判断が慎重なものとなっていることが伺える。前述のように、現在の制度上、無期刑に処せられた者も、最短で10年を経過すれば仮釈放を許可することができる規定になっており、この規定と過去において十数年で、 仮釈放を許可されたケースが実際に相当数存在していたこと、また仮釈放の運用状況が1990年代から次第に変化したものの最近になるまであまり公表されてこなかったことから無期刑に処されたものでも10年や十数年または20年程度の服役の後に仮釈放されることが通常であるといったデマが1990年代から2000年代において 広まりを見せていった。しかし、この時すでに仮釈放の判断状況や許可者の在所期間などの運用は変化を示しており、そうしたデマと現実の運用状況との乖離が高まったため、法務省は2008年12月以降、無期刑エ刑者の仮釈放の運用状況等について情報公開するようになった。また、同時に運用、審理の透明性の観点から、 検察官の意見紹介を義務化、複数の委員による面接、刑事執行開始後30年を経過した時点において、必要的に仮釈法審理、刑事施設の長の申し出によらない国の権限での仮釈法審理の実施、及び被害者意見聴取の義務化という4つの方針が取られることとなった。ただ、その一方で、近年、無期刑受刑者における仮釈法について、 混乱性を強調しすぎる風説も見受けられる。例えば、千数百人の無期刑受刑者が存在するにも、かかわらず、近年における仮釈放は、年間数人であるから、仮釈放率は0%台であり、ほとんどの受刑者にとって仮釈放は、絶望的である。2005年の刑法改正で、有期刑の上限が20年から30年となったため、無期刑受刑者は、 仮釈放になるとしても30年以上の服役が必要であるといったものである。確かに2014年末時点において1842人の無期刑受刑者が刑事施設に在所しており、同年における仮釈放者は6人であったが、近年無期刑の判決を受けるもの自体が増加しており、そのためその約40%は仮釈放が可能となる10年を経過していないもので、 あり、これに現実に仮釈放の対象になりにくい20年を経過していないものを加えると全体の175%に当たるため、これらのもの、特に20年を経過していないものを対象に加えるのは計算手法的に問題があり、また死亡や新規確定、年数経過による入れ替わりはあるものの、 ある受刑者がその年に仮釈放とならなくても、その受刑者が生存する限りにおいて連続的に仮釈放となる可能性は損し続けるため、単純な計算手法によって算定できる性質のものではないことを留意しなければならない。また、刑法改正によって有期刑の上限が30年に引き上げられたといえども、仮釈放は無期刑。 有機刑の区別に関わらず存在しているため、現制度における懲役30年も、絶対的な懲役30年ではなく、前述の規則28条の基準に適合すれば、30年の刑期満了以前に釈放することが可能であり、刑法の規定上は、その3分の1に当たる10年を経過すれば、仮釈放の可能性があることを留意しなければならない。仮に、重い刑のものは、 軽い刑のものより早く仮釈放になってはならないという論法を取れば30年の有期刑は29年の有期刑より重い刑であるから29年未満で仮釈放になってはならないということになりその場合仮釈放制度そのものの適用が否定されてしまうからである無期懲役と懲役30年の受刑者において 両者とも仮釈放が相当と認められる状況に至らなければ、前者は本人が死亡するまで、後者は30年刑事施設に収監されることになり、片方が強制教育の結果仮釈放相当と判断され、もう片方はその状況に至らなければ、片方は相当と判断された時点において仮釈、放され、もう片方は、 刑期が続く限り習慣されることになるし、両者とも顕著な強制教育の成果を早期に示せば、理論的には共に10年で仮釈放が許可されることもあり得るのであり、強制教育の成果や経緯において、場合によっては、刑事施設の在所期間が逆転し得ることは、仮釈放制度の本質に照らしてやむを得ない面もある。もっとも、有機刑の受刑者については、過去では、 長期刑のものを中心として、刑期の6から8割あるいはそれ未満で仮釈放を許可された事例も相当数存在していたが、近年においては多くが刑期の8割以上の服役を経て仮釈放を許可されており、このことからも当該状況の継続を前提とすれば、将来において無期刑受刑者に対して過去のような仮釈放運用は行いがたいという、 間接的影響は認められるが、それ以上の影響を有機刑の引き上げに根拠づけることは、理論的に不十分と言える。無機懲役で服役し、その仮釈放中に、強盗殺人や殺人、強盗傷害といった重大な犯罪に及ぶ事例があることや、現行刑法制度では、無機刑といえども仮釈放による出所の可能性が認められているため、その運用の遺憾に関わらず、 再犯の可能性自体を否定できないこと、さらにはその生命をもって罪を買う死刑に対して社会復帰の可能性の有無という点でもギャップがあるということから仮釈放制度のない無期懲役刑の導入の是非が議論されている。死刑には社会復帰の可能性はないが現行刑法下における無期刑には社会復帰の可能性があるため社会復帰のない無期懲役を導入すべきとの 意見である。また、死刑を廃止した上で導入すべきとの主張もある。これに関連した動向としては、2003年に死刑廃止を推進する議員連盟によって仮釈放のない住務基調域刑及び住務基金固刑を導入するとともに、死刑の執行を一定期間停止し、衆参両院に死刑制度調査会を設けることを趣旨とする住務基刑の創設及び、 死刑制度調査会の設置等に関する法律案が発表され、国会提出に向けた準備がなされたが、提出が断念された。しかし、2008年4月には、同議連によって、再度、住務規定の創設及び死刑、氷決全員一致法案が発表され、同5月には、同議連と死刑存続の立場から、住務規定の創設を目指す者とが共同して、 超党派の議員連盟、量刑制度を考える会を立ち上げ、その創設に向けた準備を進めたが、国会議員の多数派の賛成は得られなかった。日本では、新聞やテレビの報道で、仮釈放の可能性を認めず受刑者を一生涯、拘禁するものを、これまで終身刑と表現し、無期刑とは異なる、別の刑と表現してきたが、刑法的には、 無期刑と終身刑は別表現の同義語であり、その中には仮釈放の可能性のあるもの、相対的無期刑、相対的終身刑とないもの、絶対的無期刑、絶対的終身刑がある。新聞やテレビの報道が誤解している意味は、刑法や刑事訴訟法は、冒頭で一般則を定め、その後に個別の情報を定めているのだが、 刑罰の種類と裁判で宣告された刑の執行に対する減免措置は別個の独立した概念であり特定の減免手段が特定の刑に所属するわけではない。つまり仮釈放という減免手段が無期刑という固有の刑罰に所属しているわけではない。どの範囲の刑にどの減免措置を適用するかは個々の国の刑法や刑事訴訟法や受刑者の処遇に 関する法律などが定めている。仮釈放の可能性がある、無期刑、終身刑と仮釈放の可能性がない無期刑、終身刑を比較すると仮釈放を許可されなかった場合は結果として死ぬまで生涯にわたって収監されることになる。つまり仮釈放の可能性がある無期刑、終身刑は理論上も実際の運用上も仮釈放の可能性がない無期刑、 終身形の機能を含んでいる。逆側から見ると、仮釈放の可能性がない無機形、終身形の機能は仮釈放の可能性がある無機形、終身形の部分集合なので、他の形と比較して機能的に部分集合の形を作るよりも、その形の機能を包含する形の運用において、包含する機能以外の機能を行使するかしないか判断すればいいので、 機能的に他の刑の部分集合の刑を作り、運用する合理的な理由がないということにもなる。仮釈放のない無期懲役のメリットとしては、再犯防止を保障できること、刑事施設において傷害罪を償うことが保障されていることがある。デメリットとしては、受刑者が自暴自棄になり、人格が崩壊しやすくなる恐れがあること、受刑者が一生出られないという理由で開き直り、 従順さを失って強圧的になるため管理が困難になることが挙げられている。これをめぐっては、前述の効果を重視する立場の者から支持する意見が表明されている一方、死刑廃止派の一部から死刑と同様に人道上問題が大きいという意見が表明されているほか、死刑尊地派の一部からも人を一生牢獄につなぐ刑は死刑よりも残虐な刑であるといった意見や、 刑務所の秩序維持や収容費用といった面から、その現実性を疑問視する意見が表明されている。受刑者が自暴時期になり、人格が破壊されるという主張について、仮釈放の可能性がある、無期刑や30年の有期刑においても起こる可能性があり、仮釈放のない無期刑の場合のみ、この点をことさら強調することは、必ずしも適切ではないという見方もある。 日本の報道では、上記のように、無期形と終身形は別の形とし表現されてきた。すると、報道用語の終身形を英語にすれば、ライフインプリゼンマントウィズアウトパロールが当てがわれるべきであるが、日本の報道では、これまでライフインプリゼンマントを直訳的に終身形と翻訳してきたため、それが伝え広げられ、海外、特にヨーロッパ語圏では、 終身刑が一般的に採用されているとの風説が広まることにつながった。また、そのような中で、ライフインプリゼンマントウィズアウトパロールを直訳的に仮釈放のない終身刑と翻訳することと、海外の仮釈放などの情報を容易に取得できるようになった情報網の発達が相まって、海外には仮釈放のある終身刑という日本の無期刑とは、 別概念のものが存在するといった言説も拡大し、概念的な混乱は一段と広がることになった。しかし、現実に、海外の刑法点や仮釈放法廷を見れば、仮釈放の資格が認められる最低の期間は、日本より長い場合が多いものの、比較的多数の国において、全ての無期刑の受刑者において仮釈放の可能性が認められており、 例えば、大韓民国刑法72条1項は10年、ドイツ刑法57条 A、オーストリア刑法46条5項は15年、フランス刑法132-23条は18年、ルーマニア刑法55条1項は20年、ポーランド刑法78条3項、ロシア刑法79条5項、カナダ刑法745条1項、台湾刑法77条は25年、 イタリア刑法176条は26年の経過によってそれぞれ仮釈放の可能性を認めている。一方で中国や米国、オランダなどにおいては仮釈放のない無期刑制度が現に存在している。これら諸外国の状況について法務省は国会答弁や比較法資料において諸外国を見ると仮釈放のない無期刑を採用している国は 比較的少数にとどまっていると兼ねてから、しばし説明してきたが、この事実は現在でもあまり周知されていない状況に、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。